コロンビアの歴史。コロンビアの歴史では、コロンビア共和国の歴史についてもべる。紀元前1450年頃に、ボゴタ近郊のエルアブラ、エルアブラの遺跡で、戦士文化の邦画が見られる。中央アメリカから渡ってきた所属の影響が大きく、トウモロコシも彼らによって持ち込まれた、巨大な石像建築は持ち込まれず、独自に生まれることもなかった。サンアグスティンの遺跡も、 おそらく彼らによるものだと思われている。紀元前千年、アメリカ・インディアンのグループは、南アメリカで、インカ帝国に次いで最も優れていたと言われる、行政システムであったカシケと呼ばれる主張による一種の、主張性国家軍、ケイシャスゴスを発展させた。その恒例を、チブチャ系のムイスカ人、タイロナシヌーなどの部族とその文化に見ることができる。紀元前300年頃、 現在のニカラグアに相当する地域から、チブチャ系の人々が渡ってきてからは、以降彼らを中心に、独自の文化が育まれた。特に、ボゴタ盆地に居住していた、ムイスカ人は発展の度合いが高く、低重農耕により、トウモロコシとジャガイモを栽培し、カピバラの一種を家畜化して、生産物を低地民の古化やモメント交換することに理性系を立てていた。 西暦1500年にロドリゴとバスティダスに率いられたスペイン人探検家がカリブ海沿岸を訪れるとそれに続いて1502年クリストバルコロン、クリストファーコロンブスはカリブ海とチコ、チャウコの西岸を航行する。1508年それまでにパナマ地境を征服していたバスコバルボアは裏場を征服し始める。1513年ヨーロッパ人は太平洋を 初めて発見し、マーデルスールすなわち、南の海と名付けると、続いて、ペルーとチリに到達する。1510年11月に、サンタマリア・ラ・アンティグア・アデルガリエンが、今のチョコ県に建設され、南アメリカ発のヨーロッパ人による、高級的な入植地とな。その地域の先住民族は、チブチャ系、チブキントカリブ系、カーリーブ。 今のカリブ族が多数を占めていたが、最大の王国だった、ムイスカ族のバカタ王国が、征服者、コンサロヒメネスで経打により征服された結果、病気、搾取などによりの著しい人口減少が起こった。ムイスカ人の首都バカタは、サンタフェデー・ボゴタと改名され、以降スペイン人の統治の拠点となる。スペイン人は、アメリカ征服後、どの地域でもそうしたように16世紀になると、 アフリカから奴隷を送り込み始める。その後から多ヘなでインディアスはペルーからの黄金の積み出し志向となり、富を狙ってのジャマイカを拠点にしたイギリスからの攻撃が激しくなった。スペインはイギリスからの防衛のために1717 17年にアンデス北部をヌエバグラナダ副王領としてペルー副王領から独立して組織した。この副王領は資金不足に より一旦廃止されるが、1739年に、再び北部南米をベネスエラなどと共に、ヌエバグラナダ副王領が再編され、サンタフェデボゴタに首都を置いた。しかし、その後もカルタフェナなどの都市に対して、イギリス海軍や海賊の攻撃は続き、現在も城壁が残っている。1781年ソコオロで増税に反対したクリオジョたちが、 コムネイロスの反乱を起こした。これは、メスティーソやインディヘナオも含めた人民放棄であり、革命委員会、コムンが結成されたために、コネイロスと呼ばれたが、結局は増税の実施が見送られて、この反乱は終結した。19世紀初めに始まったベネスエラやラプラタ地域での独立運動と交うしてこの地でも、 独立戦争が始まり、スペイン軍と独立派の死闘が繰り広げられた。独立運動は10年以上に及んだ。1806年からフランシスコ・デ・ミランナに率いられた解放軍により、隣のベネズエラ総督領から解放戦争が始まったことを受けて、ヌエバ・グラナダでも独立戦争が始まった。1810年7月、アントニオ・ナリーニョが福王を追放して、 サンタフェデー・ボゴタを中心に、クンディナ・マルカ共和国のスペインからの独立を宣言した。同時に、カルタヘナが、カルタヘナ共和国の独立を宣言して、すぐに、カルタヘナを中心とした、カリブ海側の5州が、ヌエバグラナダ連合州として合流した。翌1811年のボゴタの議会で、ボゴタ以外の地方諸州とボゴタは、ヌエバグラナダ連合州として、 ナリーニョの下に合流し、軍隊の指揮権と全体の指導権をボホタが持つことを認められた。ナリーニョとフランシスコ・デ・パウラ・サンタンデルは1812年に崩壊したベネスエラ共和国を代表として抵抗を続けていたシモン・ボリーバルを統領とするベネスエラ人独立勢力らと協力し、スペイン軍と戦い、ボリーバルも1813年にはベネスエラを 再び解放するが、本国でのフェルナンド・ナラセイの反動的福井によって、スペイン軍は再び勢力を増した。連邦派、カルタヘナ派と集権派、ボゴタ派の不一致をつかれる形で1814年2月には、ボゴタが陥落し、ナリーニョは、スペインに連行され、投獄されてしまった。ボリーバルは、その後カリブ海側のカルタヘナを拠点に、スペイン軍と戦い、ボゴタを奪還したものの、 1815年6月にカルタヘナで起きた応答派の放棄に敗れ、かろうじてイギリス領ジャマイカに逃れた。1816年5月、スペイン軍の攻撃によりボゴタは陥落した。しかし、ボリーバルはジャマイカで有名なジャマイカ書簡を書いた後、イギリスなどと友好関係を結んで援助を受けることに成功し、さらにハイチに渡たって、 ハイチ南部を支配していたアレクサンド・ペション大統領に、ラテンアメリカの解放後、黒人奴隷を解放することを条件に、物心両面の援助を受けた。1816年にはまたもや、ベネスエラに上陸したが、ジャネイロの協力を取り付けただけで敗れてしまい、ハイチに引き返すことになった。走行しているうちに、ボゴタが陥落してしまったが1817年、今度は準備を整えて、 ベネスエラに再進攻し、スペイン軍の裏をかいてまずヌエバグラナダを解放しようとした。ベネスエラのアンゴストゥーラが解放された後、1818 18年には、ジャネーロ、オリノコ川流域の平原部イコールラノに住む、牧道たちのこと。ベネスエラのガウチョの頭目だったホセアントニオパイスの力を借りることに成功し、1819年にはアンゴストゥーラを、 臨時首都としてのベネスエラ第三共和国が再建され、コロンビア共和国も創設された。1819年8月のボヤカの戦いに、勝利すると、ボゴタが解放され、ヌエバグラナダも最終的に解放されて、ボリーバルは、コロンビア共和国の建国を正式に宣言し、コロンビアの首都も解明されたボゴタに定められた。こうして、ボリーバルは、ヌエバグラナダを拠点に、 国国ベネスエラの解放を進め、1821年にでの勝利によりカラカスが解放されると、ベネスエラも最終的に解放され、両国は改めて正式にコロンビア共和国を形成した。1820年には解放されたグアヤキルが、1822年にはキトが併合され、このコロンビア共和国は現在のコロンビア、ベネスエラ、エクアドル、 パナマのすべて及びペルー、ガイアナ、ブラジルの一部を含む北部南米一帯を占める大国家となった。ボリーバルがペルー・ボリビア方面の解放に向かう中、1821年9月、ヌエバグラナダ人でヌエバグラナダを代表してボリーバルの副官を務めていたサンタンデルはコロンビア共和国の副大領となり、不在の大統領に代わってヌエバグラナダを治めていたが、 1827年のボリーバルの帰還後、コロンビア共和国を集権的にまとめようとするボリーバルと連邦的な要求をするサンタンデルやベネスエラを支配するアントニオ・パエスの不満は大きくなっていった。サンタンデルは1828年にはボリーバルの暗殺を図ったため亡命した。さらに、帰都をめぐってのコロンビアとペルーの戦争も起き、もはや、 ボリーバルの威信の低下は明らかであった。その後も、ボリーバルは、コロンビアの分裂を回避すべく統治したが、うまくいかず、ベネスウェラが独立を要求した。コロンビア共和国の維持は解放者の力量をもって、しても、不可能かと思われた。1830年に、エクアドル、旧、南部地区、キトとグアヤ・キルト・クエンカが連合して、赤道共和国を名乗ったと、故郷、 ベネスエラは、パエスの指導下で完全独立を果たし、南米大陸統合の夢に敗れ、自分の政治的な努力がすべて無意に終わったことを、悟った解放者は、終身大統領を辞職し、ヨーロッパに向かってマグダレーナ川を下る中、サントマルタ付近で、失意内に病死した。翌1831年に、ラファエル・ウルダレータ政権が崩壊すると同時に、コロンビア共和国も崩壊し、 残存部がヌエバグラナダ共和国として再編成を図った。分離独立後は政情が不安定な時期が長期に及んだが文民統治の原則は維持され続けた。また、政党間の対立が昇降状態になるも両党共に支持基盤を富裕層、保守党はローマカトリック教及び王子主、自由党は新興企業家のため農民などに対する圧政が続き、 政党間の争いと複雑に絡み合い、経済的には安定した発展を遂げたが、政治的には依然不安定な社会情勢が続いた。1832年、亡命先からサンタンデルが帰国し、ヌエバグラナダ共和国の大統領に就任した。この時代には保護貿易により、産業が発展し、奴隷貿易が廃止され、公教育が拡充するなど、連邦的な政治が進んだ。 また、1840年代には後に、主産業となるコーヒーが栽培され始めた。政治面では、この時期に大コロンビア時代から続く、中央集権派と連邦派が、保守党と自由党に組織し直された。1849年には、商人や職人、新興ブルジョアジー、商能などの連邦派が、自由党を結成し、同年これに対抗して、貴族や、王子主、 教会などを支持基盤に保守党が結成された。これにより現在まで続く二大政党制が確立したが、両党は加藤支配体制の維持という点で共通していた。1849年から1853年まで大統領を務めた自由主義者のホセイラリオ・ロッペスは、イエズス会の追放、教会財産の没収、黒人奴隷制の廃止などの反教会、 自由主義政策を取った。これ以降1880年までコロンビアでは自由主義政権が続くことになる。自由主義政権は自由貿易をも望み、千み、1855年に主工業共和国と呼ばれたホセマリアメロ、将軍政権が打倒されると保護貿易は廃されて自由貿易が導入され、育っていた工業の基盤が壊滅した。これ以降他のラテンアメリカ諸国と同様に、 コロンビアでもイギリス資本による経済支配が進むとになる。1857年には自由主義者、マリアーノ・オスピナ・ロドリゲスが大統領になり、1858年にはロドリゲスの手によりグラナダ連合が発足した。しかしロドリゲスは、イエズス会の帰国を認めて、教会特権を復活させ、中央集権化を図るなど自由主義を掲げながらも、保守化したため、 1861年に自由主義者だったカウカ州知事のトマス・シプリアノど、モスケラが放棄し、7月にはボゴタに入ってロドリゲスを追放した。こうしてモスケラが政権を握ると、1863年に成立したリオナグロ憲法では自由主義的な内容が採択され、グラナダ連合は各州が外交権を持つ8州からなる連邦制国家、コロンビア合衆国となった。 この自由主義の時代に、首都ボゴタでは、科学や文芸が発展を見せ、ボゴタは、南米のアテネと呼ばれるようになった。1880年に保守派のが、自由党右派と保守党に押されて大統領になると、ヌニエスはスペインに独立を承認させ、国立銀行を建設して、経済の安定を図った。こうして、ヌニエスの時代に食う周辺でのコーヒー栽培の、 拡大によりコロンビアの主産業がヒ品輸出となり、イギリス資本によって鉄道網も拡大していき、欧米に依存的な経済構造が確立した。1884年に再選されたヌニエスは、連邦制を廃止しようとし、政治と教育にカトリック教会が参加することを認めたため、1885年には自由主義者が反乱を起こし、内戦が勃発した。 ヌニエスがこの内戦に勝利すると、1886年に、リオネグロ憲法は、放棄されて、カトリック教会と国家の同盟、中央政府の権限拡大、大統領の任期を6年に延長、中央集権主義などを盛り込んで強権の強い、中央集権的な憲法改正がなされ、ここで現在まで続く、コロンビア共和国が成立した。こうして、建国当初から、自由、 保守両党の対立が続いたが、1894年にヌニエスが死ぬと、再び両党の緊張は高まった。1899年には、将軍の指導する自由党急進派による放棄が起こり、1902年まで続く戦日戦争を勃発した。この内戦でコロンビアはおよそ10万人の犠牲者を出したと言われている。また、この戦争が収まった後、 かねてからパナマを保守していたアメリカ合衆国のナマウンガ地帯永久咀嚼案をコロンビア上院が拒否したことを受けてアメリカはパナマ地教の独立派を援助し1903年に地教地帯がパナマ共和国として独立した。戦日戦争後に保守党のが大統領に就任すると独裁は強化され保護貿易に基づいて国内工業の育成が図られた。 この路線は1930年まで続いた保守党政権によって継承された。保守党政権は1921年にパナマの独立を承認してアメリカ合衆国との問題が解決した。これにより合衆国からの膨大な投資が流れ込み、それまでのイギリス資本から新たに合衆国資本への従属にがまった。 ユナイテッドフルーツ社によるバナナプランテーションの建設が進むのもこの頃である。しかし、1929年に世界恐慌が起こると、恐慌による経済の不安定化を受けて1880年から50近く続いた保守党の時代も終焉した。また、1910年代からアンティオキア地方の開発と発展が進み、コーヒーの最大産地となった。 アンティオキアの中心地のメデジンは、ボゴタを抜いて、コロンビアの成長の原動力となった。世界恐慌による経済の不安定化を受けて1930年に、エンリケ・エラやエレーラが、労働者の支持を得て、選挙に勝利し、自由党政権が復活した。エレーラは1932年9月のコロンビア・ペルー戦争に勝利し、南部アマゾン国境のレティシアの領有権を確保した。 1934年には自由党のアルフォンソ・ロペス、プマレホが大統領に就任し、部分的な土地改革などが行われた。プマレホはこの実績により1942年に再選されるが、政策に失敗して1945年辞任した。プマレホの政治は、農民や労働者の利益にかなったものだったが、それは、加藤支配体制が崩れるほどのものではなかった。 そしてそのような情勢の中現れたのが、ホルヘイ・ゲーセルガイタンだった。自由党員だったガイタンは1928年に、ユナイテッドフルーツ社によるバナナ労働者虐殺事件を批判したことによりカスマ、的な魅力を発揮した政治家であり、ポプリスモ的な外ン主義を掲げて、それまで、加藤支配体制の枠外に置かれていた、農民、労働者、学生から圧倒的な支持を受けていた。 1946年以降の十数年間は、ラビオレンシア、暴力の時代と言われ、争いが頂点に達した。1946年に保守党政権が誕生すると、徐々に保守党派が自由党派に対するテロを繰り広げるようになった。1948年の選挙は、このような状況の中で行われることになったが、同年開催されたボゴタでの親会議最中に、 当選確実と言われた自由党党首、ガイタンが暗殺されると自由党派の市民と保守党派の市民が衝突し、ボゴタ暴動を、ボゴタ祖が勃発した。ポプリスも的なカリスマだったガイタンが暗殺されたことによりこの暴動を収める能力を持った政治家はおらず、この一連の暴動によりコロンビアは19世紀のような暴力の時代を迎えた。 1946年から1950年代末までの暴力の時代の死者はすべて合わせると20万人にも及ぶと推測される。1950年に保守党から就任した超保守派のラウレアのゴメス大統領は事態を収拾するためと称して、教会の政治的権利の復活などを腰とした独裁を激しく指し摘、それに伴い暴力も拡大して行った。しかし、 この内戦の中でも工業生産は増加した。また、この不安定な情勢の中でもゴメスは反響を示して、共産党系と自由党系のゲリラを弾圧する、傍ら、朝鮮戦争にもラテンアメリカで唯一軍隊を派遣した。地方での暴力が拡大し、ゴメスの独裁が自由党だけではなく、保守党や、 支配層からも受け入れ難いものになっていくと、事態を収集するために両党が軍部に介入を要請した。このため、1953年6月14日に、軍事クーデターにより朝鮮戦争の英雄グスタボ、ロハス・ピニージャ将軍が政権を握り、コロンビア史上3度目の軍事政権が発足した。ロハスはカリスマを発揮して、民兵の武装解除を行い、部分的に、 暴力を収めることに成功したが、1955年ロハスが人民弾圧を行った地主たちに恩赦をかけたために、農民が放棄し、ビジャリ化そう、1956年ロハスに敬意を示さなかったという理由で、多数の市民が虐殺される、牛の首は虐殺事件の発生などにより、次第に民衆の間でも反ロハス感情が強まっていった。また、 ロハスは労働者保護に努める中で、次第に自由党、保守党から離れて、アルゼンチンのフアンペロンのような独自のポプリスも敵、支持基盤を労働者に持とうとしたため、両党の加藤支配層も、反ロハス感情を抱いていった。こうして、反ロハス勢力が結集したため、1957年に、ロハスは大統領を辞職し、スペインへ亡命した。1958年には、 加藤支配層によって自由、保守両党による国民戦線体制が成立した。これは両党間で4年ごとに政権を交代するというたらい回し連立政策であった。背景にはロハスのような自由党と保守党の特権を犯しかねない政権の成立を加藤支配層が恐れたことがあるが、しかしこれに反対する自由党系農民の放棄が相次いだ。 1959年のキューバ革命の影響を受けて、1961年にアメリカ合衆国のケネディ大統領主導によって、進歩のための同盟が発足すると、コロンビアは同盟のモデル国家となったが、社会問題の根本的解決には至らず、ゲリラ活動は活発化し、1966年にはコロンビア革命軍、ファークが発足した。1968年に、 メデ人公会議で解放の進学が誕生した。1970年の大統領選挙では、亡命先から帰ったロハスが独自に国家人民同盟、アナポ等から出馬し政界復帰を目指すものの、不正選挙で敗北すると学生を中心とした左翼ゲリラ4月19日運動 M-9 が生まれた。1974年国民戦線体制終了。 通常選挙が取り行われる。1978年に就任した自由党のフリオセサル・トゥルバイ・アヤラ大統領は高まる。反政府活動を戒厳令を布告して弾圧し、多くの活動家が秘密警察による拉致や拷問を受け、その多くが失踪した。1982年に就任した保守党のベリサリをベタイクールク・アルタス大統領はファークなど、 左翼ゲリラ勢力と和平を実現し、1985年には、ファークが合法政党である愛国同盟、アップを創設、国政に参加したが、議員や関係者は次々に暗殺され、1994年には、政党資格を消失した。また85年には、左翼ゲリラ M-19 による、コロンビア最高裁選挙事件、ネバドデル・ルイス火山の噴火、死者、 行方不明者2万5千人以上など災難が相次ぎ、ベタイクール大統領は社会経済非常事態宣言を発令した。1986年に就任した自由党のビルヒリオバルコ大統領により麻薬取締り作戦が実行。1989年メデジンカルテルとの大規模ゲリラ戦闘、麻薬カルテル戦争が勃発し、 マヤクカルテルの本拠地がメディジンから狩りに移った。1990年、大統領に就任した自由党のセサル・ガビリア・トルヒー・ジョは、野党を含む巨国一致内閣を組閣し、1991年2886年憲法が全面改正され、新憲法が交付された。1993年には、メディジンカルテルの最高幹部、パブロ・エス・コバルが、 治安部隊に射殺され、1995年には、第二の麻薬カルテルカリカルテルの幹部、オレフエラ兄弟が逮捕されるなど、麻薬密売組織はほとんど壊滅状態に追い込まれたが、1994年に就任した自由党の大統領が選挙期間中にカリカルテルから選挙資金を受け取っていたことが、ナーコカセッツから発覚し、として大問題に発展した。議会は、 サンペール大統領を弾劾する構えを見せ、アメリカ政府もサンペールの入国ビザの発給を拒否するなど外交問題に発展した。1998年3月1日から3月5日、8月7日に就任した保守党の大統領は対米関係重視の政策を取り、翌1999年1月にはファークとの和平対話を開始するも2002年初頭の ファークによるテロを受け、和平プロセスを中止。2月21日、デオ奪還。ドーナツ自由統計の新政党、コロンビアファーストから就任した、アルバロウリベ大統領は、治安回復を重点化とし、左翼ゲリラや右翼のコロンビア時系軍連合、AUC などの民兵組織対策に力を注ぐ。2006年5月、ウリベは大統領に再選した。2007年、 2008年、2009年から2010年、2010年、2011年。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。